レム、どうかした？うん。あのね、さっき噂で聞いたんだけど、北部戦線に主遊卿がいたらしいの。主遊卿？朱雀のルシが？ルシが理由もなく動くことなんかないでしょ？だから、一体何が起こってるんだろうって。確かに、ルシが戦場に現れるなんて、ただごとじゃないな。していると、みんな清掃しているようには見えませんね。パパー、右から入って左のフェイントを混ぜして、
Thank you.
Thank you.
Thank you.
なんだ。
したんか。そういえば、マキナって辛いもの食べられないんだよね。激辛シリーズ始めましたんか。そういえば、マキナって辛いもの食べられないんだよね。ん？何？集まったようだな。では始めよう。一部聞き及んでいるかもしれんが、我がスザクは八石議会の裁可をもって国土解放に向けた大反攻作戦を開始する。この作戦には総領軍と諸君を含めた戦闘可能な全候補生が参加する。各候補生は軍艦の指示に従い、グループごとに独立して行動してもらう。正規軍とは別行動ということでしょうか。正規軍は交渉面より広告軍本体に当たる。候補生の部隊は少数であることを生かし、機動性を重視。オリエンス最強の友軍として敵を叩け。我々の向かう場所は？スザク領、トゴレス要塞。トゴレスは北と東、両国の国境に隣接する地域でもあり、本土防衛の面でも早急に奪還したい場所の一つだ。現在トゴレス要塞は広告軍の完全な占領下にあり、正規軍による奪還は非常に困難な状況となっている。そこで諸君は正規軍が行う奪還作戦に友軍として参加。内縁部にいる敵主力部隊を制圧してもらう。その後要塞内部に残存する敵部隊を正規軍と共に迎撃。トゴレス要塞を奪取せよ。諸君の活躍いかんでは広告兵の士気を奪うこともできるだろう。アギト候補生としての力を存分に示せ。以上だ。さっさと行くぞ。さ、頑張りましょう。Thank you.
第一次朱雀反攻作戦は、総竜軍による制空権の確保、および候補生によって編成された神出鬼没な友軍の活躍により、次々と勝利を収めていく。敗北が続く広告軍は、戦線の維持を放棄。クラスゼロが向かったトゴレス地域でも、徐々にではあるが、広告軍の後退が目立ち始めている。クラスゼロ、任務を開始する。現在、正規軍が他方面より要塞奪還作戦を展開中。クラスゼロは、南正面より攻撃を開始。Thank you.
793中隊、目標地点に到着。
隊長が襲われてる。こっちだ、急いでくれ。
それで軍神の召喚が可能だ。防衛システム解除を確認。全障害は取り除かれた。撤退を開始した広告軍が基地内部へ集結している。
はクラスゼロだって。よくやってくれた。
わしの呼びな、伊達ではない。成功だ。じゃあ正規軍は広告の残存部隊への追撃を開始するが、クラスゼロは応答しろ。今の緊急通信はどこから入った？なんだ？要塞に博来合流。よし、カトル巡将の作戦通り、あれの到着まで待たせればいい。トゴレスにいる兵に伝えろ。はっ。トゴレス要塞にいる全軍に通達。こちらクサビ。しばらくこの新型のテストに付き合ってもらおう。行くぞ赤き魔人ども。
時間だ。貴様らの因果にも王法が下る。生き残るならば再び魔王。おい、こら！ずいぶんあっさりと引きましたね。要塞内に展開している部隊に通達。識別信号赤、トガレス要塞に向かっています。バカな、ぶつかる気か。クリスタルは一体何をしようとしているんだ。全部隊に撤退命令。緊急通達、宗教がそちらに向かわれる。この通信を聞く全部隊は直ちに撤退、戦線を離脱せよ。あれがスザクの武士。白虎クリスタルの守護者よ。これは主に与えられた使命か。語ることもはわない。そうか。スザク総竜軍の圧倒的勝利に終わったトゴレスの戦い。しかし、そして500年ぶりとなった武士同士の激突は、スザク領トゴレスという大地をオリエンスの地図より永遠に消し去った。大量破壊兵器の時代。スザクもルシを戦場に出したというのは本当なのか。ああ、そのせいでトゴレス地区の作戦は失敗したと聞いた。トゴレスそのものが消えたってのも本当さ。なんてこった。あいつここでは暴れたりしないよな。ルシはクリスタルが任の制御下にある限り抗うことはない。気にするな。しかしルシなんて何を考えているのかわからないぞ。状況を聞きに来ただけだ。任務を続けろ。はっ。吸気管の出力は安定しています。第七経路への数字変動の再現こそ近似値にとどまっておりますが、精度を高めることは可能かと。新型への変換供給には十分な状態だ。接続はうまくいってるのか。長時間にわたる制御にまだ 2,3 の課題が残っております。鋼室の技官を回す。早急に解決しろ。はい。Thank you.
Ah!